池森チャンネルオープン。今回はピーナッツコラボの8割そばを使って革命つけそば作ります。材料はこちら。はい、ではじゃーん、ピーナッツとのコラボそば、引きぐるみ8割そば、いわゆるザそばの、ね、色になってます。この麺を茹でて革命そば食べたいと思います。では池森システム、久しぶり来たね、雨久しぶり やるよこれ。池森システム、まあ、鰹節をお皿の上に出します。俺が発案したわけではありません。私がこの鰹節 100% の魚粉を作りたいと思って検索してたら見つかったという話なんでね。まあこれは何回も言ってるからね。じゃーん、はい、リン15周年池森です。これを下げるとですね、ここに電子レンジがあるね。で、鰹節をアレンジ1分、多分30秒ぐらいかな。はい、スタート。はい、では革命つけそばのつゆを作ります。じゃーん、まあ器にブラックペッパー、普通まあみんなこのぐらいじゃん、このぐらいに思うじゃん、ね、ところがこれだと革命にはなりません。皆さん、これのもう10倍だな。はい、こうして舌が隠れるぐらいブラックペッパーを入れてください。で、基本的にはですね、池森つゆの、まあ、革命つゆのベーシックな分量は甘口50、辛口50、水50という、はい、ただまあ150なんで、まあまあ量はあるんでね、はい、例えば大盛りの麺を食べる人はそのぐらいでいいと思う。あの、普通に食べるんだったらね、ちょっとつゆが余りすぎちゃうかもしれない。だからまあ基本的にはその1:1:1だから、まあ、30:30:30とかね、うん、でもそういうことです。では早速麺を茹でます。これもまた早め4分とかかな、ザル4分半ですね。はい、どうぞ。はい、お、よし、まあ、今回はこの、まあ、まだ非売品ですけど甘辛ミックスがありますんで、これを使ってやります。これはね、3番濃縮のタイプなんだけど40入っていて、これもね、完璧に煙も革命の分量、これ100入れます。あ、1パック100、200、よし、はい。で、ブラックペッパーを敷いたらですね、皆さん皿が熱いんで気をつけてくださいね。じゃーん、そうすると鰹節の水分が飛んで、音聞こえますかね、これ俺のマイクで、前ここで笑ったら思いっきり鰹節が飛んだっていう、ね、気をつけてください。で、これ鰹節をね、こうやって粉にします。で、ここにドザッ、これがね、ひと手間かけると全然美味しい魚粉になります。で、ネグダク、ネグダクだよ、ネギダク、はい、ネギダク、ここにネギたっぷり入れます。はい、茹で上がり、お、そば湯もしっかり取れています。どうさ、麺を締めます。そば粉8割なんでね、ここもまた皆さん洗うときは優しく優しく洗ってください。もう麺がね、ある程度こう閉まったなと思ったら、もうその辺で OK です。
よし、はい、では盛り付けます。うん、うまそう。そしてつゆをがっつり温めます。このつゆは本当にもう革命のために生まれたつゆです。で最後に、はい、出ましたエゴマ油、これをたっぷりかけたら、じゃーん、ピーナッツとのコラボおそば、8割そばね、これを使って革命つけそば完成。いただきます。さあ、久しぶりに私本家本元本家本元自分で言っちゃってるし、革命ね、ちょっと粗挽きになってます。いただきます。うまい、うまい、あ、うん、麺うまい、うん、いや改めて思います。このつゆはね、本当に人気ナンバーワンになるのがね、わかります。あんだけブラックペッパー入ってるのに、全然辛くないでしょ、改めて。ね。いやこれはやばいわ。うん。うまい。ネギの食感、この鰹節、すべてがね、完璧です。いやなんと。こんなグッズになっちゃうんですよ。パッケージすごいね、これ最高だね。でこれも、中をじゃーん開けるとですね、またこれをね、クリップがついてます。そしてはい、レシピね、こうやってこうファイルにでも入れてね、皆さん取っといてください。レシピが入っています。いやなんか嬉しいね、すごい。単純になんか子供があの欲しかったおもちゃをね、手にしたような気分で、なんと薬味栽培キット、そこまでいっちゃったの池森みたいな、来たね。ネギ、ネギを作れちゃう。革命だけにね、ネギだけダメだからね。でこれが、乾麺メジャーだから、ここにこう乾麺をさせてもらえると、まあ1人前かな、作ってみました。これもピーナッツ、もちろん全部ピーナッツコラボグッズです。そして箸とレンゲ、これはね俺も使いたい、早く使いたい。そしてじゃーん、マグネット2種類あります。スヌーピーとウッドストック、これはもうスヌーピーファンにはねたまらないグッズたちだと思います。これは銀座、スヌーピーイン銀座先行販売はですね、7月の17日から8月の5日まで、開催します。銀座の三越さんです。いやまさかね、世界のブランドが誇る銀座の街、しかも銀座三越でこのピーナッツコラボ商品ね、池森そばとの、これぜひ銀座に足を運んでみんなにこう楽しんでもらいたい。販売でだってそばだけじゃないですから、基本的にはもうこのスヌーピーのグッズが揃ってる中の、まあ、今回池森は一環としてコラボさせてもらった。なんと素晴らしい企画ではないでしょうか。本当にこのまま君だけを覚えさせたいに感謝したいと思います。あの曲と出会ってですね、私の人生奇跡の扉が幾度となく開きました。もうまさかがありました、たくさん。今回も上り坂下り坂、まさかが起きました。使うか、いいな、池森のなんかあの鉄板ネタとして、人生には坂3つある。でもこれ誰かのネタだからね。いやぜひ皆さん楽しみに待っててください。そして、革命つけそばぜひ作ってみてください。池森チャンネルのグッドボタンとチャンネル登録、皆さんよろしくお願いします。ではまた次の動画で、閉店。